はい、どうも皆さん、こんにちは。ピヨチキチャンネル、ウープ主のピヨタです。さあ、今回もやっていきましょう。冷蔵庫のプリン、食べられた。ですね。こちらの動画は、エイプリルフールの企画動画となっております。で、その中の7時33分の部の動画でございます。で、前回ストーリーはね、オールクリアいたしました。まあ、1、2、3で1パート、4、5、6で1パート、7、8、9で1パート、10、11、12、13、14、15、16、17、18、19、20、みたいな感じで、やっていきました。なんでね、今回はこの無限マークのついてるところをね、まあ5分ちょっとくらい適当に遊びつつね、やろうかなって思います。新ステージを含めたランダムモード、まあ、ずっとね、続くならね、5分くらいで終えればいいんじゃないかなと思うんで。まずは釣り竿を、マッチ、マッチで火をつける。またなんか釣るのか。よっこらせた。何が出るかな、何が出るかな、と。長靴。はい、もう一回行くぜ。オレツパーティー。はい。何が出るかな、何が出るかな。あ、でもこれ今までやったステージをランダムで出してるってことか。可能性あるよな。もくもく行って、もっくもっく、ふわるー。なぜバレないしっていうね。バレろよ。つか、煙の量がやべえよ。火災方式なるぞ、これ。家の中で七輪焼くな。とりあえず、ネクスト。ネクスト。さあ。ああ、でもこれもそうじゃん。ランダムってこういうことかよ。行くぜー。そい。ああ、負けた。ちくしょう。これ意外と本当に難しいんだよな。ああ、BGM いきなり変わったわ。そっか、でもこれ地味に難しいんだよな。冗談抜きで。はい。ああ、ちくしょう。もうちょい早めと分かっていてもな。早すぎるとダメっていう。でもこれ一度見た映像だよな。ちくしょう、新ステージが欲しいんだよ。はい。来たー。ディフェンス、ディフェンス、ディフェンス、ディフェンス。なぜ気づかないし。おめえも捨てんじゃねえよ、ボール。とりあえず、次。新ステージが出てくるまでは一応やろう。これも新ステージじゃねえな。パチッと消して、待つことしばし。あ、来た。帰った、つけた、やったぜ。ああ、もう、わかってるよ、ステージの攻略法は。新ステージ。あ、これ新ステージじゃね？マジシャンだ。てん、だらら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 たーん。うぅ。いや、もうこれでいいじゃん。マジシャンありがとな。腹パンゲシゲシ。おい、ベシベシ。で、ここに座って。はぁ、お茶は美味しいの。おじちゃんか。ルパン。やりーじゃねえよ。やりすぎだよ。もうやりすぎだよ。何？プリン食ったこと隠すためにさ、おじいちゃんにまで変装もしてんだよ。つか、あのマジシャン誰だよ。まあ一応新ステージは見れたな。で、次。おお、観葉植物。さすがにバレるか。おい、アホだろ、お前。やり？これでいいの？もうサクサクしすぎだけども。アホだろ。ああ、またマジシャン。はい、だらら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 、今度は誰に？アウトじゃん、教祖様じゃん。うわ、マジかよ。どっかのさ、マックだかマクドだかのさ、教祖様じゃないですか。意識しすぎだ、ほら。あれだろ？椅子倒れて、おーおおって言ってるあれでしょ？詳しく、真相は、ホームページへとか書いてあるあれじゃん。おー、じゃああと1個くらいあるかな、新ステージ。これは、ああ、見たね。ヘイ。今更だけど手伸びすぎだろ。作画崩壊か。別ゲー。さて、次、別のもんないかな。さすがにもう別のステージバリエーションはないか。よいしょーい。ランダムならばね、これは簡単にできるわ。今までのステージの攻略法がね、分かってればすぐにできる。さあ、
新ステージ来ない？来なさそうだな。さすがにもう来なさそうか。だってもう今までの復讐みたいになってますからね。よし、やり。NEXT。 とりあえずもう少しだけ粘りたい。あ、そうだ、じゃあこれだけ見てやろう。あのボーリングの球拾ってここの穴の部分に入ったらいいんですけど、ボーリングしたらどうなるか。はい、ボーリング。うわ、壁まで。なるほどね、こうなってたのか。ということでね、今回はここまでといたしましょう。まあ一応ここの冷蔵庫のプリン食べられたの、実況はねここで終えさせていただきます。はい、まあ短かったですね、僕個人としては。でしかもね、これを上げるのにパートがね 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11 パートかな、11パート使ってんのかな。 1,2,3 で 1,4,5,6 で 2、7,8,9 で 3,10,11 で 4,12,13 で 5、14,15 で 6,17,18 で 7,10 18,19 で 7,20 で 8,9 か、9パートですね、9パート、取ってきましたけども、それもね9分で上げられます。早い。ということでね、ここまでのご視聴ありがとうございました。まだね、まだまだエイプリルフールの企画動画は続きます。1分ごとにねやってんで、もうすでに公開はされてると思いますので、そちらもねどうぞよろしくお願いいたします。ではじゃあね。